こんばんは。新年明けましておめでとうございます。京阪千倍市駅前スタジオ21より福永隼人美歌のプロムナードの司会を務めさせていただきます大黒太鼓です。どうぞよろしくお願いいたします。今日は令和4年1月12日今年初めての歌のプロムナードでございますが、皆様にとりまして素晴らしい1年でありますように。今日も素敵な歌をお届けいたしますので、どうぞ最後までお楽しみください。この番組は Google でスタジオ21ライブストリームで生放送、そして10日後には YouTube で293プロムナードと検索していただければ何回でも見れますので、どうぞご覧ください。もうたくさんの方にね見ていただいておりますので、とても嬉しく思っております。本当にありがとうございます。そしてねこちらスタジオ21では、万全なコロナ対策をしていただいておりますので、皆様には安心して歌っていただきます。それでは、2人に登場していただきましょう。福永隼人さん、そして続きましてみえさん、どうぞこちらの方までお越しくださいませ。おめでとうございます。今年もね、はい、よろしくお願いいたします。このようにね、お二人の方と一緒にね仕事させていただくのは本当にね嬉しく思っております。ありがとうございます。はい、それではね、今年初めてのプロムナードの皆さんにねご挨拶、福永さんからねよろしくお願いいたします。改めまして明けましておめでとうございます。今年もまた一つ YouTube で皆さんがまた画面見ていただけるように一生懸命頑張って歌いますんで、よろしくお願いします。はい、それではみーさんよろしくお願いいたします。はい、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。はい、今年はまた皆さんと一緒に、はい、テレビに番組が続けられればいいなと思って、はい、はい、います。これからもどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。みーさんにはね、後ほどね、はい、歌っていただきますので、またその時よろしくお願いいたします。はい、それではまずはじめにね、福永隼人さんね、歌っていただきますけど、その前に今年の抱負などをお願いしたいんですけどもね。そうですね、またちょっとコロナがちょっと増え出してきて、そうなんですね、心配なんですけどね。ね、今日なんか大阪1700人ぐらい、ね、出てるみたいなんですけどね、なんか増えてるらしくてね、はい、なんとかね、まあ、収まってほしいんですけども、本当にね願いますよね皆さん ね、 本当にね、第6波が来ないで欲しいと思ったんですけど、やっぱり来てしまったね。そうですね、もう早く収まっていただきます。早く収束してもらってね、もうこうどこでもね、はい、気軽に歌えるような状態にね、それが一番です。皆さんの前で、ね、歌えることがね本当にね早くね、もうずっとね続けられるようにあるようにね願っております。はい、それではね今日1曲目何を歌っていただけますか。はい、男の絆ですね。はい、この歌ね、作詞は、宮地治さんに作曲していただいて、はい、山本仁先生に作詞していただきました。なかなか男同士のこの友情のこう歌というかね、はい、内容もなかなかよろしいんで、また覚えていただいて歌っていただければ嬉しいと思いますけど、はい、はい、そうですか。それではね、男の絆歌っていただきましょう。どうぞ。男の絆聴いてください。
息で継がれて歌って飲んで、それが二人の絆さ。俺とお前の、俺とお前の絆じゃないか。追いかけて人生半ばで崩れて泣いた夜はね白馬よ、男じゃないか。空を見てみろ、きらりと光るあれが二人の絆星。俺俺とお前の絆じゃないか。ありがとうございました、ね、とてもいつ聞いてもいい、ね、お声でございますね。本当に素敵ですよね。何かその声を、ね、そのように保つため何かされてますか？何もしてないです、はい、何もしてなくてそのようにね、いつもいい声ね、いいですね。まあね、乾燥でねすぐ喉やられるんですけどね、何もしなくてもそんなに素敵な声出されて、雨舐めてる程度、ね、そうですか。やっぱり雨舐めるのがいいですか、はい、そうですか。一つ勉強になりました。ありがとうございます。はい、それではね、次、何を歌っていただけますか？雨のとんぼりですね。あ、この歌はやっぱり道頓堀のことね。そうですね、はい、はい。皆さんにね、やっぱり歌ってもらおうと思ったら、なんかワンポイントございますかね。どのように歌ったらいいの、リズムに乗って歌うだけ。あ、リズムに乗って歌ったら歌いやすいということです。はい、大丈夫ですか？はい、それではね、歌っていただきましょう。雨のとんぼりです。どうぞ。雨のとんぼり、聴いてください。雨のとんぼり、グリコのネオン、色もとりどり傘の花、路地を曲がれば水かけ駆動、目をとぜんざい赤ちょうちんを濡れて寄り添う石畳、恋の細道宝泉寺、嘘と誠が渦巻く中で
あなた一人が好きですと甘え上手な南の女、今も昔も変わらぬものは女心と秋の空、恋に迷ってネオン街。ありがとうございました。とてもね素敵ですよね。声も素敵ですけども、いつも思うんですね、このねスーツ何色にね着ても似合っていらっしゃいます。素敵ですよね。ほんでまた ありがとうございます。日が新庄ボスのようにね素敵ですよね。立ててらっしゃってね、もっと立てますか。ありがとうございます。もうちょっと背が高かったらいいんですけどね。あ、そうですか。それではまた後ほど思い出のね曲をお願いいたします。ありがとうございました。それでは続きましてみーさんにね歌っていただきますので、みーさん、あ、よろしくお願いいたします。お願いします。よろしくお願いします。はい、今年の抱負はどうですかね。はい、今年の抱負はずっとできなかったことがあって、生バンドでそのライブをやりたいっていうのをいつも、お願いしてたんですけど、あ、そうですか。はい、そういうのがあって、でもなかなかそのコロナとかの状況 ですよね、はい、できなかったんで、ね、今年こそはちょっと頑張ってライブ、はい、ね、生バンドでやりたいなと思ってます、ね、そんなになるように、ね、はい、願っております。はい、はい、お願いします。1曲目は、はい、何歌っていただけますか。1曲目は今頑張ってる恋の2分の1っていう曲を、はいはい、歌わせていただきます。この恋の2分の1ってこの題名ちょっと変わってますよね。どういった、ね、そうですね、はい、ことから恋の2分の1って半分じゃないですか、はいはい、だからその気持ちをその、まあ、片思いしてる相手にその半分でもいいからその気持ちを私にくださいみたいな、そんな感じでしょうね。そういう意味の2分の1、はい、そうですね、はいはい、なんか最終的にはその振り向かせるっていうのがあるので、そうですか、はい、今は半分でもいいからっていうそういう感じですね。初々、はい、しい気持ちの歌ですね。はい、それではね聴いていただきましょう、はい、恋の2分の1です。どうぞ。心が騒いでうつむいた。毎日電車の時間を合わせ、会えれば一日幸せでした。偶然街で出会えた奇跡、私に降りました。初めて言葉を交わした店で、時間よ止まれと祈っています。
年の一日過ぎてゆく。こんなに私が愛していても、あなたの心がつかめない。ありがとうございました。とても、ね、嬉しくて優しい、ね、はい、歌ですね。ありがとうございます。とても素敵な歌ですよね。ありがとうございます、なんかね、今日ね、はい、スタジオ21に来られた時に、はい、お客さんなんか言ってもらえたということで。そうなんですよ、まあ、次歌う曲ですけど、はいはい、イブの別れ、FM 花子さんので、はい、使っていただいてるんですけど、曲も。そうです、はい、でそのそれでなんか、あ、この曲聞いたことあるって言って、花子さんの方で流れてる曲だよねって、はい、ミーシャンのだよねって言って言っていただいて、いや、はい、そんな風に言っていただいたら嬉しいですよね、はいはい、そうです ね、はい、ありがとうございます、ね、頑張ります、はい、次、ね、歌っていただくのがイブの別れですよね、はいはいはい、そうなんです ね、こちらも、ね、リズムがすごくね、はい、ノリのいい、はい、リズムがいいんですけど、ただその失恋は失恋なんですよね、悲しいね、なんかね、ワンポイントもしあればね、はい、歌い、はい、ワンポイントで言うと、入る時がすごい低いんですよ。あ、ね、割と低めですよね、はい、低くて、それでサビがすごい高いんですね。あ、だからすごいギャップがあるんで、はい、その入る時もちょっと高めに入った方がサビの時が楽かなっていう感じだと思います。そういった感じでね、はい、歌えばいいですか、はいはい、それでは聴いていただきましょう、はい、イブの別れです、どうぞ。お願いします。あなたの背中が遠ざかる、まばゆい街の光の中へ、二人の恋が消えてゆく。恋人たちでにぎわう街に、初めて知った喜びと、女に生まれた幸せを、私の体に刻んだ人よ。あなたが佇む影の孤独が染みて、思わず落とす忍びなき、ざわめく街に飲まれて消えた。人
とこぐことの切なさと思いが通わぬ悔しさに夜叉まで心に刻んだあなた聖夜の街にあなたを捨てたらありがとうございました。ありがとうございました。とても素敵です。やっぱりねリズムに乗ってしまいます。あ、ありがとうございます。踊ってしまいますけどね。ありがとうございます、はいはい、また後ほど、はい、思い出の曲歌っていただきますので、はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。みーさんでした。それでは次は、今月のきらぼしコーナー1に参りたいと思います。まずは小川美恵子さん、どうぞこちらの方にお越しください。今日はマイクを持って、マイクね、よろしくお願いいたします。今日はようこそお越しくださいました。ありがとうございます。はい、まず、何を歌っていただきますか。マイク使ってください。人恋しぐれっていう歌です。あ、はい、どうしてこの歌選ばれました。まあ、自分が一番歌える歌で好きな歌詞だからです。あ、そうですか。なんか色っぽいでございますね。はい、それではね、歌っていただきましょう。小川美恵子さんで人恋しぐれです。どうぞ。Thank you.
ありがとうございました。とても素敵でした。着物もねよく似合っていらっしゃいまして、ほんでもう感情込めて歌っていただき、踊りまでね踊っていただきました。ありがとうございました。またお越しくださいませ。それでは続きまして岩切道代さんに、歌っていただきます。どうぞこちらの方までお越しくださいませ。本日はようこそお越しくださいました。ありがとうございます。何を歌っていただけますか。雨に濡れてるいい女を歌います。あ、この歌ね福永さんの歌ですけど、はい、選ばれた理由は何でしょうか。あの本当は、はい、あの作曲家の山本仁先生のファンなんで、あ、仁先生、あの先生の作った歌は、はいはい、それで福永さんのこと好きになりました。あ、そうですか。もうファンがねどんどん増えておりますよ。はい、はい、それでは歌っていただきましょう、はい、雨に濡れてるいい女どうぞ。パラつく道頓堀の川もに揺れてるネオンバナ、橋のたもとで女が一人誰を待つのか、I'm not afraid to die.
振り出した長い黒髪絡めた指がたまらないほど仕草が憎い雨に濡れてるいい女小雨がパラつく千日前で車を待つのか誰を待つ赤いコートに真っ赤なヒール細い眉毛にあの泣きぼくろ雨に濡れてるいい女あよかったです素敵でしたありがとうございましたね、岩切さんもね着物とてもねよく似合ってらっしゃいます今日は着物の方が多いみたいですねはいありがとうございましたそれでは次、中村義春さんにね歌っていただきます今日はようこそお越しくださいましたありがとうございますはい、はい今日は何を歌っていただきますあの福永隼人先生の、はいこの手を離すななんか声が渋いでございますね、この曲を選ばれた理由は何でしょうか、夫婦の思いやりですかねあ、思いやり、はいね、とても優しい曲ですねそれではね、聴いていただきましょうこの手を離すな、どうぞどしゃぶり素足逃げたで傘を投げ出しかけてくる何があっても何があってもこの手離すな今度こそ末を誓った二人じゃないか俺もお前をああ悲しはしないI'm not afraid to die.
確かめ、ああ抱きしめ直す。ありがとうございました、ね、今日2回目でしたね。ありがとうございます。またね、何回でも来てください。ありがとうございました。それではね、続きまして富岡さんにね、来ていただきます。富岡勲さん、どうぞこちらの方までお越しください。あれ、富岡さん、あ、よろしくお願いいたします。富岡さんはね、3回目に、ね、なるんですね。ありがとうございます。今日はどちらの方から来ていただきました？今日は、ね、大東の方から。あ、大東の方から、はい、ありがとうございます。それで今日は何を歌っていただけますか？今日は、ね、女性の人の歌を何曲か歌うんですけども、はい、その中で選んだのはこの曲です。あ、はい、そうですか、はい、それでは歌っていただきましょう。海峡分かれ宿です。どうぞ。奇跡なる旅、この身に染みて胸が痛いの、辛いから取り残して離れる船をそっと見送り、やるせないあなた、さよなら、いたの海峡別れ宿。窓の向こうに雨の声が
しい芸人未練心で後追うよりも尽くしたりなさい悔やみますさよならさよなら北の海峡別れやなんで迷うの諦めながら涙隠して見上げれば秋の夜空に流れる星が波の彼方に消えてゆくあなたさよなら別れ宿ありがとうございました。富岡勲さんにね歌っていただきました。女性の歌でもしっかり歌っていただきました。よかったですよ。ありがとうございました。またお越しください。はい、以上今月きらぼしコーナー1でした。それでは続きまして思い出コーナーに参りたいと思います。福永隼人さん、どうぞこちらの方までお越しくださいませ。はい、あ、素敵ですね。また違った色のねスーツを着られておりますけども、とてもよく似合っていらっしゃいますよね。もう拍手が出ましたよ。もう素敵ですよ。そしてねちらっと見れるねこのネックレスがまたねおしゃれでいいですね。はい、ありがとうございます。はい、思い出の曲は、ね、何を歌っていただけますか。そうですね、島原の人、もう歌手辞めてもう田舎に帰ってあるんですけど。どなたの。ちょうど、ね、あの島タイトルの通りの、はい、長崎。あ、長崎の方に帰られたんですか。はい、そうですね。あ、そうですか。当時よう入ってましてね。ちょっと歌ったんですけども。はい。それからもう。もう二十何年ぐらい前の歌ですかね。あ、そうですか。それでは、島原の人をね聞いていただきましょう。どうぞ。島原の人聞いてください。愛しているなら奪ってとこの胸叩いて泣いたやつ眉山ロードの黄昏に
浮かぶ横顔涙の瞳、もう一度会いたい。島原の人、指さえ触れずに身を引いた。悔やんでいたんだ本当は。小浪流しの灯明かり、男未練を切なく燃やす、この手に戻れよ。島原の人、ありがとうございました。とてもねいい曲ですよね。はい、このような歌もねとても素敵ですよね。はい、ありがとうございますまたあの皆さんにもね教えてあげてほしいと思います。はい、ありがとうございました。また後ほど歌っていただきますのでね。はい、それでは次はみーさんにね、思い出の曲をね歌っていただきますけどね。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。みーさんは何を歌っていただけますか。はい、あの久保田早紀さんのあの異邦人。あ、異邦人、はい、なんか似てるような感じ久保田早紀さんにもこの歌を選ばれたのは。はい、あのなんだろう、 生バンドでその活躍やった時に、はい、その結構この歌すごく歌ってたんですね。あ、そうですか。あのなんかすごく最初のなんだろう前奏とかがすごいインパクトが強いですよね。はい、ではすごいそういうところが好きで、はい、なんか結構歌ってました。そうですか。それでは聴いていただきましょう。異邦人です。どうぞ。お願いします。子供たちが空に向かい両手を広げ、鳥や雲や夢までも掴もうとしている。その姿は昨日までの何も知らない私、あなたにこの指が届くと信じていたら、空と大地が触れ合う彼方、過去からの旅人を呼んでる道、あなたにとって私ただの通りすがり、ちょっと振り向いて見ただけの異邦人。前へ行く人の波に体を預け、石畳の街角をゆらゆらと
さまよう祈りの声ひづめの音歌うようなざわめき私を置き去りに過ぎてゆく白い朝が時間よ心の傷をなぜかしら埋めてゆく不思議な道さよならだけの手紙迷い続けて書きあとは悲しみを持て余す異邦人あとは悲しみを持て余す異邦人ありがとうございましたありがとうございましたとてもいいパワーがあってね素敵でしたよ ありがとうございますとても輝いてました、はい、こちらね、はい、力をもらいましたね ありがとうございましたまた後ほど歌っていただきます、はい、またありがとうございましたよろしくお願いいたしますありがとうございますそれではね続きまして今月のきらぼしコーナー2に参りたいと思います、歌っていただきますのはまずはね吉岡和恵さんですねどうぞこちらの方までお越しください、今回ね3回目になりますけどもね、2回目ですかねあ失礼いたしましたはいとても素敵な、ね、着物でよく似合っていらっしゃいますそれでは歌っていただきましょう鶴八鶴次郎ですねそれではどうぞ闇に女命を込めて人とつまびく明けがらず水滴疲れて喧嘩して恋の似合がりさんさがり月に聞かせるえん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 泣きがあり愛の深さを知ってから三味線の技を知りました恋しさと愛しさと切なさが女心のみすじの糸次郎さんの胸に届けたい聞いてください今夜の音色艶が出たねと言われます二人一緒の舞台ならこれが最後になったのね涙をさえりえん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 
て もう一度二人で一緒の舞台に出たかった。切っても切れない二枚看板なのに引き離す定めを恨みます、憎みます。お前あなたと呼び合いながらそばで一生暮らしたい、それも今では夢なのね。消えて消えて儚い水の泡、恋の頓挫幕を引き、ありがとうございました。吉岡さん、ね、セリフもバッチリでしたね。本当にありがとうございました。どうぞまたお越しください。それでは続きまして、神田幸子さんに、ね、歌っていただきますけどもね、神田さんも、ね、2回目ですよね、はい、今日は何を歌っていただけますか。雪蓮華です。あ、雪蓮華、はい、これを歌おうと思われたのは、あの市川由紀乃さんが大好きで、あ、いい歌だなと思いましたので。そうですか。それでは歌っていただきましょう、はい、雪蓮華です。どうぞ。なぜ罪になる、追われて二人は冬の旅、別れ言葉をためらいながら夜汽車に揺られてきたの果て、好きですとつぶやいて見えぬ紅と断ち切れば、雪がちるちる恋が散る、女の吹雪が乱れ飛ぶ、心も体も粉々に、もっと抱いてとしがみつく、戻りたい戻れない、咲いても冷たい雪の花、よりも欲しかったのはあなたの素肌の温かさ、この海引き裂く氷の風か、涙もちぎれる北の果て、海鳥が
花一番うずく未練に呼びかける。雪が散る散る恋が散る女の炎が舞い上がり、この指この髪この命もっと燃え尽き崩れ落ち、愛しても愛しても明日は一人の雪の花。雪が散る散る恋が散る女の吹雪が吠え上げて、体も悲しみももっと凍えて砕け散れて、戻りたい戻れない、咲いても冷たい雪の花。ありがとうございました。はい、神田さんもね、あ、でもね、素敵でしたよ。ありがとう。心を込めて歌っていただきました。ありがとうございました。またお越しください。ありがとうございます。それでは続きまして、平秀美さんにね、歌っていただきます。どうぞこちらの方までお越しくださいませ。いやー、とても素敵な衣装で、あでやかでございますね。よく似合っていらっしゃいます。ね、平さんはもう3回目、ね、ありがとうございます。もう何回も何回も、ね、来ていただきたいと思います。勉強させていただいてます。あ、そうですか。どんどん上手くなっていくと思いますよ。はい、今回は何を歌っていただきますか。女は女言ってね、はい、あんまりメジャーな曲じゃないんですけど、はい、なんとなく歌詞が気に入って。あ、そうですか。それでは歌っていただきましょう。女は女、どうぞ。
踊ってほしい。あなた抱きしか愛せない。冷たさに直える、過ぎてしまえばいいこと。もう堂々とね歌っていただきましてとても素敵でしたよ。ありがとうございました。またお越しください。ありがとうございました。それでは続きまして前田美代子さんにね歌っていただきます。常連さんですね。もう今日で5回目になりますかね。本日はようこそお越しくださいましてありがとうございます。お邪魔してます。ありがとうございます、ね、本当にね、まあ、こちらの方の、ね、衣装もとても素敵ですね。衣装頑張りました。なんかお二人でさっきの、ね、平さんとでピーナッツザ・ピーナッツできるんじゃないかなと思いましたけどもね、はい、今日は、ね、何の、ね、歌を、ね、歌っていただきますか。はい、あの大月みやこさんの歌でね、はい、あのちょっと古い歌みたいなんですけども、はいはい、女酒っていうのがまた YouTube で出てきましたので、YouTube で出てきました、はいはい、覚えてみました。あ、そうですか、はい、これは昭和の時の歌ですか。ちょっとそれは分からないですかね。どうですか ね、いつ頃の歌なんですか ね、 ね、 ねいつ頃の歌なんでしょう ね、画面がちっちゃくなるからちょっと前の歌かあ、そうですか、はい、それではね聴いていただきましょう、はいはい、女酒です、はい、どうぞお願いします。酒よ今夜は酔わせてよ、生きてゆきのが辛いから、あなたの心が欲しい、どうぞください、ひとかけら。抱かれても抱かれても愛が足りない、目を閉じて見えるのは寂しさの
をお願い眠らせて夢でいいから会いたいの今夜は帰る帰らないでといつもあなたを困らせた許しても許しても不意に憎くて唇を噛みしめて滲む血は続いてね、しっかりとね、歌っていただきました。どん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 上手くなっていかれると思いますよ。本当にありがとうございました。またお越しください。それではね、続きましてこちらも常連さんでございます。今日は6回目ですね。須崎義弘さんにね、歌っていただきます。どうぞこちらの方までお越しください。本日はようこそお越しくださいました。はい、今日は何を歌っていただきますか。祝い船。あ、いいですね、はい。どうしてこの歌を歌う。金が新年という年も明けましたのでお祝いの年賀状代わりと思います。あ、そうですか、ありがとうございます。それではね、はい、歌っていただきましょう。祝い船です。どうぞ。角での花向けに歌に踊りに手拍子を今日はめでたい心の船でつらいこの世の荒波越えてどんとこぎ出す祝い船
港に着くときは小舟マグ舟連れてこい、今日はめでたい二人の船で愛の罪にと幸せのせいつると亀との祝い名もない船だけど、いつかなります宝船。今日はめでたい希望の船で夢の帆柱でまで届け、鍵を明日へ祝い船。ありがとうございました。ありがとうございました。祝い船ね、勢いよく歌っていただきました。とてもねパワーをいただきました。本当にありがとうございました。今月のきらぼしコーナー2でした。それではここでお知らせがありますのでご紹介させていただきます。アーリーサマーフェスティバルが、今年6月26日日曜日に、開演11時から行われます。場所はホテルプラザ大阪です。そして、歌っていただける方は2コーラス1万4000円そして歌は歌えないけど行きたいなってねご出席 される方は1万2000円となっております。いずれも、飲み物付き食事付きとなっておりますのでどうぞご参加ください。締め切りはね4月30日になっております。ゲストの方はね、椎野音吉さん、そして坂本博さん、松本恵美子さん、福永隼人さん、もちろんね、来ていただきます。柚木美香さん、松本、山本ひとみさん、奥見千佳子さん、みーさん、ね、そしてマダムひゅうこさん、浜野翔さん、由美香さんが、ゲストとなります。締め切りは4月30日までとなっておりますので、ふるってご参加ください。そしてもう一つ。なんと第2回作曲家宮下賢治杯が、歌謡グランプリ大会が行われます。時が今年の11月27日になりますがちょっと先になりますけどね場所は朝日生命ホールで行われます。募集部門がね、発表部門グランプリ部門そして一般部門シニア部門となっておりますけどもねそしてなんとねあの宮下賢治先生にワンポイントレッスンもねしていただけるみたいですよ。こちらの締め切りは、今年のね10月20日になっておりますのでこちらの方もね、ふるってご参加ください。以上、お知らせはお知らせでしたけれども、それではね、最後にラストステージに参りたいと思います。どうぞ福永隼人さんそしてみーさんどうぞこちらの方までお越しくださいませ。はい、ね、どうですか、はい、もうねラストステージに、ね、はい、なってまいりましたけれども ね早いですねどうですか、ちょっとね今年初めて歌われてどんな、ね、感じですか。
はい、そうですね、もう願うのはもうコロナがこう収束して、もう堂々ともうどこでもね、会場その、規制なく、そうですよね、歌えるとこがねどん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 あって、ほんで皆さんもまたそれで元気になると思いますんで、はい、もうね絶対ね皆さんもね前で歌っていただけたらね、これねこそ ね、はい、本当にパワーいただきますので、はい、歌は本当にいいですからね、はい、ね、はい、みーさんはどうですか今日ね、はい、今まで歌われてね、はい、今まで歌われて今日歌う、今日歌われて、すみませんね、すみません分かりにくい方です、ごめんなさいすみません、まあ、今年ね初めのね、そのテレビ収録っていうことで、はいはい、とても楽しみにしてました、はい、そしてなんかすごく、ね、福永さんの生徒さん、ね、たくさん出てくださって、ねね、今日は花がありますね、花がありますやはりね皆さん ねとても素敵ですよね、本当にね、うん、はいはい、もうね、はい、こちらこそねパワーを、ね、いただいておりますので、ね、ありがとうございます、またこれからもねどんどんね、お越しください、はい、よろしくお願いします、ぜひ、ね、こちらの方まで、ね、お越しいただきたいと思います、はい、それではね、はいはい、まずはみーさんに歌っていただきますので、はいはい、すいません、福永さんはね、はい、また後ほど歌っていただきましょう、はい、それでは次ね、はい、何を歌っていただきますか、はい、この今歌ってる歌の前作で白黒の万華鏡という歌を、はい、歌わせていただきたいと思います、ね、今まで、ね、はい、もうだいぶ歌ってこられて、はい、なんかね、気持ちがちょっと変わってきましたね。2015年に発売した曲なんですね。あ、そうですか。もう7年目になる、はい、6年目になります。あ、6年目、7年ですね、はい、はい、そうなりますね。だからなんか結構意外と長かったより早かったなと思って、はい、でやっとダムにも入って、はい、はい、それで皆さんにも結構歌ってくださる方もいて、あ、はい、そうですか。それではね、ワンポイントちょっとお願いしたいです。ワンポイント、はい、ワンポイント最後がちょっとね、なんか先生がインパクトあるためにはほほほっていうのを つけたみたいで、はい、はい、あれいいですよね。なんかそれで最初は皆さんからはあれって思われてたんですけど、はい、でも覚えてもらうためにはそのインパクトほほほがついてた方がいいんだよって言われて、あ、そうなんだと思って、はい、そこを強調して頑張ってますね、はい、私はだから、はい、そのほほほきついかもしれないですけど、はい、頑張って高く伸ばしていただけるとインパクトあっていいかなと思います、はいはい、それでは白黒の万華鏡を歌っていただきましょう、はい、どうぞお願いします。
る水平線の船のよう、ふらふら揺れる人生模様、潤んだ瞳に映し出す。ありがとうございました。もうとてもパワーをいっぱいいただきましたよ。ありがとうございました。もうとても素敵ですよね。もう皆さんね、もう本当にね、この歌ね、歌いたいなと思っていると思いますよ。はい、とても元気が出ますからね。はい、次ね、歌っていただきますのは、はい、雨は止まないけどという歌なんです。はい、まあ、失恋な曲なんですけど、これはちょっとバラードでちょっと明るめな感じで、はい、歌っていただけるといいなっていう感じですね。あ、そんな感じでね。はい、はい、そしてちょっと戻りますけども、はい、ね、なんか、去年はパソコンの方でね、はい、なんか2級を取られたと。2級取れて、今は1級勉強中で。あ、1級勉強中で、はい、今年受ける予定なんですけど、まだちょっと勉強不足なんで、ちょっともうちょっと頑張らないと。でも、さんはね、何でもね、できますからね。この前のね、12月のイベントでもね、カタログとかあれも全部ね、プログラムとかね、はい、作ってらっしゃいました、はい、すごいなと思いましたよ。ね、ありがとうございます。はい、それではね、雨は止まないけど歌っていただきましょう。はい、どうぞ。はい、お願いします。
と抱いてくれた。愛していたらいい時間を呼び戻し、もう一度笑顔を振りまいてほしい。あなたが好きでした、誰より好きでした。二度と会えないけど もうとても素敵でした。本当に素晴らしい、ね、バラードですね。とても癒されました。本当にありがとうございました。こちらこそよろしくお願いいたします。ありがとうございました。みーさんでした。それではね、続きまして福永隼人さん、もう一度こちらの方にお越しください。よろしくお願いいたします。本当にね、この前ね、ディセンバー、ね、フェスティバルでね、一緒にね、仕事をさせていただいたんですけどもね、生徒さんのね、人たちとちょっと喋って、先ほども話してたんですけどね、歌はもちろん歌うまいですよ、福永さん。そしてまた人柄もいいし、本当に優しいし、でも時たまちょこっと面白いことを話されるのが、ね、とても楽しいとおっしゃってね、なんか福永さんと、いらっしゃったら本当にね、楽しいね、過ごせますってね、話されてました。今拍手いただきましたね。はい、次はね、何を歌っていただきますか。思い通りですね。あ、はい、どのような歌ですか。あ、これも男の絆と一緒で、男と男同士 の、 友情の歌ですね。あ、はい、そうですか。それではお前と俺を歌っていただきましょう。お前と俺、聴いてください。どうぞ。俺のことならいいんだなんて何を言うんだ、水くさい遠慮するなよ、お前と俺で浮世雨風吹き荒れよと、共に火の粉もかぶろじゃないか、それが男と、それが男というものさ。夢があるよと言ってたお前、なんで崩れた裏町で、バカなやつだとグラスの酒をかけて浴びせて二人で泣いて、肩を抱き合い
慰め合えば空に一筋、空に一筋流れ星。ありがとうございました。とてもかっこいい歌ですね。男の友情がね描かれている素敵な歌ですよね。はい、それでは次歌っていただきます。曲は何でしょうか。雨に濡れてる、いい女、ね、さっき岩切さんが歌っていただきまして。あ、そうです、はい、どうですか、はい、歌ってやれるのを見られてどんな風に思われました。あの歌詞の内容やっぱりどういうかな、こう大事にせないかんで、その女性をね、あ、女性は大事にせないかんで、それなしに、まあ、南がそれ舞台なんですけども、なんか素晴らしい女性がおって、それをこう周りからちょっと見てるような感じだね。あ、そうですか。いい女、いい女ですよね、雨に濡れてるいい女ですけども、うん、皆さんね、やっぱりね、福永さんにね、歌謡教室ねされてるそうなんでね、はい、そこでねやはり皆さんね習いたいと思われてる方がいらっしゃると思うんですよ。ですから、どこでされてるんですかね、歌謡教室は。鶴見区ですね。鶴見区の16町会の集会所を使わせていただいてます。個人レッスンは自分のところの、3階でやってますけど、ね、あ、そうですか、はい、またね歌ね教えていただきたい方は福永さんにまた聞いてください。はい、それではね、雨に濡れているいい女を歌っていただきましょう。どうぞ。小雨がぱらつく道頓堀の川もに揺れてる愛おんばな、橋のたもとで女が一人、誰を待つのか襟立てながら、雨に濡れてるいい女、よい町しぐれか添門町の明かりも寂しく濡れている、後ろ姿が何とも言えぬ、どんなお方と会うのだろうか、雨に濡れてるいい女。ありがとうございました。雨に濡れてるいい女をね歌っていただきました。今日最後の曲でした。ありがとうございました。ありがとうございます、はい、それではね皆さんにね歌っていただいた皆さんにこちらの方に来ていただきましょうか。みーさんもどうぞこちらの方に、はい、そしてきらぼしさんの、小川さん、そして岩切さん、中村さん、富岡さん、吉岡さん、神田さん、平さん、前田さん、須崎さん、
どうぞこちらの方にねお越しください。あ、行けますか。私前に行きましょうかね。 2列にね並んでいただいた方が行けますでしょうかね。あ、もうちょっと向こうの方に、あちらの方にもちょっと行っていただきましょう。あ、そうですね、行けますかね。それで大丈夫ですか。今日の、ね、感想一言、ね、皆さんに言っていただきます。まずは福永さんからよろしくお願いいたします。本当楽しかったです。もう、ね、皆さんであの歌唱力がね、はい、なんていうかな、素人さんがずば抜けてるから。そうですよね、うん、素晴らしい、楽しいです。本当、はい、すごいです、ね、素晴らしい、はい、それではみえさん。はい、今年初めのなんかテレビにふさわしい、はい、感じで、皆さんすごいお上手ですよね。そうですよね、はい、またこれからもどうぞ出演なさってください。よろしくお願いいたします。はい、今年もよろしくお願いします。はい、それでは前の方からね、はい、一言ずつよろしくお願いいたします。初めてだったんですけども、とても楽しかったです。 はい、また挑戦したいと思います。またお越しください、はい、ありがとうございます。はい、ここは初めてなんですけど、はい、やっぱり上がりました。あ、そうですか。また勉強してみます。また来てくださいね。はい、それではどうぞ。ありがとうございました。はい、やっぱり今日も楽しかったです。ありがとうございました、はい、ありがとうございます。はい、こちら奥の方にねお渡しいただけますか。毎回楽しく遊ばせていただいてます。また勉強してきます。はい、ぜひ来てくださいね。ありがとうございます。はい、そちら、ありがとうございます。いや、初めてここのスタジオに来させていただきまして。そうですね、前はね、はい、とても歌いやすかったです。ありがとうございます。ありがとうございました。本当に、ね、歌いやすいですので、ね、どうぞ皆さん来てくださいね。はい、どうぞ。はい、ありがとうございました。今日も楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。そして最後、須崎さん。この一月に一回のこの歌会っていうのがね、はい、こう楽しみになってきましたね。はい、ありがとう。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。マスターマム、今日は本当にありがとうございました。来月ですね、2月9日第2水曜日となっております。6時からの収録ですので、どうぞそちらの方もねご覧くださいませ。今日は本当にありがとうございました。YouTube で293プロムナードとね検索していただければ何度でも見れますので、どうぞよろしくお願いいたします。今年もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。それでは皆様、さようなら。寒くなりますのでね、お風邪などコロナには気をつけてくださいね。それではありがとうございました。さようなら。ありがとうございます。